さあ、バイト行ってくるね。お姉ちゃん、今日もバイト？うん、しっかり稼いで、両親を楽させてあげたいでしょ。そうだよね。病気で働けない親でごめんな。お父さんいいの？ともか、今日も定期券借りていい？うん、いつも使ってるけど、本当に大丈夫？大丈夫よ。バレないし、家族のため。定期券買うお金があるなら、両親に尽くすわ。そっか。はい、ありがとう。じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。よし、間に合いそうだな。ご乗車ありがとうございました。松本です。あー、お客様大丈夫ですか？大丈夫です。転んじゃいました。あ、お客様の定期券、まず2つに乗れちゃってますよ。うわ、ほんとだ。すぐに新しい定期券をお作りしますので、事務室まで来てください。まずい。ここに断ったところで、どうせ新しい定期券は作らないといけないし、大丈夫。バレないはず。でもお客様の壊れてしまった定期券をお預かりしますね。お願いします。機械に反応するかな？あ、奇跡だ。定期券ちゃんと反応しました。あ、なのでまずは定期券情報を確認しますので、身分証明書を確認させていただきますね。ダメだ、もう終わりよ。まずご本人確認させていただきます。お客様のお名前は原口智香です。はい、名前一致してますね。では身分証明書をご提示お願いします。私の身分証明書しかない。もうダメだ。その定期券私のです。智香なんで。ん、この定期券はお客様のものってことですか？そうです、友果。ちなみにこの方にはいつから定期券を貸してました？10ヶ月前からです。なるほど。正規の往復運賃が1300円、発覚までの日数が317日で41万2000円になり、そこに2倍運賃が増され82万4200円が加わり、合計123万6300円のご請求金額となりますね。そんな、友果何してんの？これでいいの？お姉ちゃん、私たちがやってきたことは立派な犯罪なの。でもお父さんとお母さんのためにはこうするしか。そんなの言い訳よ。これから二人で頑張って一生懸命働いて、ちゃんとお金を返していこうね。ともか、こんなバカなお姉ちゃんで、ほんとごめんね。駅長呼んできますので、ここでお待ちください。わかりました。お願いします。